ちょっと本当はできれば僕らが行って取材をしたいところなんですけど、感染拡大させちゃうっていうのも良くないので、なんだろう、対面取材をしないっていうか、こう今の様子みたいなのをちょっと撮ってほしいんですよ。雰囲気だとか、こういうふうにこう、あれ、もしもーし。だってもう、あやさんいなくなってから3ヶ月ぐらい経ってるよ。ああ、そっか。そうだよね。まあ、あと3ヶ月は確実に離れ離れだろうね。もうあと少しだからね、生まれるのも。立ち会いはまあできないけど。何作ったの、今日。卵焼きと、あれなんだっけ。時に電話してください。じゃじゃねー。ねー。久しぶりにみんなで話すね。で、最初コロナの休みで、うわ、ちょっとラッキーだなって思ったのよ。でも、長期間休んでる間に、めっちゃ学校行きたくなったのよ。そういう。勉強だけじゃないんだよね、学校。私、最近ベランダでパンケーキを食べた。リコね、肉まん作ったよ。うわ、すごい。大事なのは距離じゃなくて、距離というか心の距離なんじゃないの？体の距離じゃなくて。離れていても、まあ、友達はなくならないよね、多分。マラリア、結核、エイズ。コロナなんか特にみんな気にしてないかも。気にしてないっていうか、恐怖心は持ってないけど、ブルンジは、まあ、独裁だし、他のアフリカの国よりも貧しいから、希望を持っているブルンジ人はすごい少ないと思う。この国の、絶望的な将来っていうところから結構悩みが。大統領のなんか政治のせいで生活も良くならないしで、もう国民は何もできないから、日本も日本で絶望的だと思うけど。あ、来た来た来た。ありがじたいゃあ、です。そう、ママのため別に延長してもいいですけども。枠？あ、いいんですか？ 解禁されたからすぐ繁盛っていうわけにもならないでしょうもう絶ね。対ないない。何の保証もないっていうことにまずびっくりしましたね。水商売の税金は無駄なの？何のために使われるの？私たちの声って上に届かないから。大西さんとこは多分人気なんでしょうね。そうっすね。まあでも離れてる時やからこそ、お客様との距離はこうぐっと近づいたような気もします。元気かね？どうかね？あ、歩いてくるじゃん。すごーい。立ってられるの？今ちょっとね、降りられないもんで。おばちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう。リハビリ頑張ってる？また来るからね。また来るね。